釣り場再生。はい。はい。サビス。サビス。聞こえるかな？大丈夫かな？ちょっと近づいて。あ、そうだね。はい。今日はですね、もう、なんか、どうしようかな。今日はですね、池の水を抜きます。うん。はい。なんでかっていうと、前のね、映像でも見えてたと思うんですけど、藻がすごいんですよ。うん、うん。だからそれを、まあ、除去するのに、はい、まあ、天日干しが有効だっていう話 で、うん、でいろんな方面からね、うん、有効だよっていう、うんうん、確認をして、うん、しましたので、はい、水を抜いて天日干しをしたいと思いますが、はい、ご覧ください。じゃん、もう終わってます。ちょっといろいろあって、なんと動画が撮れませんでした、はい、バタバタしちゃって、うん、オープニング的なのが撮れなくて、で、まあね、後半に続くという感じでしょうか、はい、まあ、とりあえずはこれを抜いてる様子をね、うん、ちらほら動画に収めてますんで、はい、それをまあご覧になっていただいて、はいはい、っていう感じでいいですか、はいはい、じゃあ最後までね、ぜひご覧になってください、はい、お楽しみください、お楽しみください、はい、ここからは私タビムス1号がナレーションをして、お送りしたいと思います。まずはですね、排水なんですけれども、こちらのポンドはですね、排水設備が整っております。はい、画面上ご覧になっていただければわかるんですが、このパイプ、このパイプが肝になってくるんですね。まあ、通常テレビとかでね、池の水抜いてみましたみたいなね、動画もあると、番組もねあると思いますが、ああいう番組を見るとなんかポンプを使ってね、一気に抜くっていう感じではあるんですけれども、こちらの釣り場は排水のね設備が、ありますので、こちらのパイプをまず抜くというところですね。こちらのパイプがですね、なかなかね抜けないんですよ。で、これ今立ってる部分もですね、岩をですね、積み重ねた足場になってて、結構グラグラしてるんですよね。思いのほかちょっとね、力の込め方がわからないみたいなね、感じで苦戦しております。周りのね、ガヤからですね、上下に揺らすんだとかね、そういうアドバイスをいただきまして、なんとかね抜くことができました。わーすごい。これかぶせると抜いたはいいんですけどね、やはり足場がねグラグラしてるんで、まあ大変ですよね。はい、そして今サンゴさんから手渡されたこのネットですね、こちらをかぶせるんですが、こちらはですね、魚の侵入を防ぐために設置をします。パイプを抜いた先にはですね、短いパイプがね、いわゆる水の出口としてあるんですけれども、そこにね魚が入ってしまう可能性がねありますので、これをかぶせて固定するという作業になります。ちなみにですが、排水した水はですね、すぐ横を流れる沢の方に流れていきます。映像にある通りですね。はい、続いての作業なんですが、先ほど設置したネットですね、こちらをですね固定するためにですね、グラグラするんだ、何か重しをね、つけましょうというところで、石をね、かぶせようとしてたんですけれども、まあなかなかね手頃な石、そんな大きな石っていうのがねないっていうところで、板張りをしてですね石を乗っけております。はい、まあ手頃な石があったとしてもね、このちょっと足場の状態ではちょっと持てないっていうこともありますので、まあちょっと安全にということで、木材をね、用意して
蓋をしているところでございます。まあ蓋をしてもね、ネットですから、ネットの部分からまあ水が入っていくという仕組みになっております。はい、もうもはやね、胴長の意味をなさないような状態になっておりますが、ちょっと簡易的な作業でございますが、これで一旦終了ということです。さあ、およそ半日水を抜きますが、どんな姿になっていくんでしょうか。楽しみです。どうすか、サンゴさん、草刈りの経験あんまないでしょ。いや、あのね、言っときますけどね、めっちゃやってますからね、私。言ったら素人よりか詳しいって話。草刈りカンツラ、草刈りカンツラ、草刈りさんですね。もともと草刈りさんですよ、もともと。はい、ここからはですね、実際に魚を捕まえていくんですが、水抜きがですね、思いのほか、時間が非常にかかりまして、1日で終わりませんでした。なのでですね、翌日になってるんですが、まあ、サンゴさんはね、ちょっと翌日は難しいということで、帰宅してしまいましたので、私1号と、これ撮影してます2号で、ちょっとなんとかね、魚を捕まえていくという作業風景でございます。まあ、正直言うとですね、水もご覧の通り抜けきってない状態ですので、なかなかね、うまいこといかないなという感じではあるんですけれども、魚が物ない部分にですね、密集してくれたおかげで実際に取って回ってるという状況でございます。実際に魚を捕まえていく上でですね、私一人ではですね、到底捕まえきれないというところでありまして、今回はですね、サンゴさんに代わりピンチヒッターですね、地元の有志の皆さんにですね、お集まりいただいてお手伝いをいただきました。本当にありがとうございました。一匹だけ非常に大きなチョウザメがいます。こちらもですね、隣のポンドに移すことができました。さて、ここからはですね、撮影を担当していた2号さんの体力に限界が来ましたので、固定カメラでお送りしたいと思います。まあ、ご覧の通りですね、もうヘドロもね、溜まっておりますので、歩くたんびにもう水面がまるで見えないような状況になっておりまして、この中から多くの魚をですね、おおよそ30匹から40匹ぐらいいると思うんですが、捕らえていくという作業になっております。これが意外にですね、歩きながらネットを構えてるだけでですね、魚の方から、ね、入ってくるっていうね、ことに気づきまして、結構簡単にね、取ることができました。どうしてもね、なんか目で見えてるとそれを捕まえに行くみたいなね、感じになるんですが、そうじゃなく、もうただただ歩いてるだけ、それでね、自然と入ってくる、そんな捕まえ方でしたね。何療法っていうのかちょっと分かりませんが、またこれも新たなね、発見でしたね。まあとはいえ、おおよそ2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいかかって全ての魚を、取ることができましたので、非常に疲れました。まあね、この青みどろもですね、物対策としてこの水抜きっていうのはね、年何回か分かりませんが、必要になってくる作業になりますので、まあ絶望的なね、今魚が少ないですが、魚が増えた暁にはですね、もっと大変な作業になるのかなと、思っております。なんかね、いい対策をね、考えないといけないですね。まあ次回のですね、水抜きの際はですね、ぜひともですね、視聴者の皆さん、
大勢ね、来ていただいてお手伝いをいただこうかなと思っておりますので何卒ね、ご興味ある方はね、よろしくお願いいたします。まあちょっと今回はね帰っちゃったんで次回はね三郎さんにねやってもらおうかなと思いますよ。魚のね、はい、引っ越しは終わりましたね。終わりですね。一匹も逃さず捕まえたつもり。映像がある程度は取れてると思うんだけどね、ポイントポイントでね。はい、いや本当は昨日前日ね、タイマス3号さんとあと視聴者のね、まあ、タイマス3号さんのサポーターの方、ね、サポーターの方がいまして、はい、4人でね、これをやる予定だったんですよ。残念ながらちょっと昨日はね水抜きがね完了しなかった。はい、はい、なので翌日に引き継いでやるんですが、うん、まあちょっと都合により我々2人と、形でしたね。はい、はい、で高野さんと、お仲間を募ってくれて招集していただいて、はい、本当にありがたい限りですね。ね、もう2人だったら無理だった。無理だったね、ちょっと甘く見て た。まあ映像で見てもらうと分かるんですけど、とにかく広いんで、まあ無理だったね。なんかね見てる感じだと本当10匹20匹ぐらいしかいないのかなと思ったら、意外といたね。数えてはいないけど30匹以上はいったと思う。いいところではなかったので、ちょっといたかもしれないね。はい、それが今ね小さいポットに移して、はい、でこれからあれを日干しに入ります。はい、まあご覧の通り青緑、はい、ここすごかったね。あれを、まあ、除去、はい、でも多分また再生すると思うんですよ。だから定期的に1年に1回なのかこの作業があるんだねって、そうだね、管理釣り場のリアルを知ったねっていう話、はい、大変だった。でもあの魚を移してる時に思ったんですけど、結構あの元々いた魚はいろんな種類の魚だったね。イワナとミルマスがメインに入ってました。グラウグみたいなブラウンみたいな。ブラウン。岩なのかな。大きくなってったなっていう感じだと思います。でもどれもねやっぱりあのさすがオーナーさんが手塩にかけて育てただけあってね。大きかったね。もともとね入れた時はあんなサイズじゃなくて、バーベキュー用に入れてるやつだから。ね、すごい。すごいよね。でなんか聞けば岩ながね。産卵をして、稚魚がちょっと泳いでる。もしかしたらこのままね、維持すれば自生してサイクルみたいな感じになったのかもしれないんだけども、まあ今日も作業でさすがに稚魚までは取れないので、ちっちゃいイワナはいましたね。でもね、何匹かも、こんなね。だから、まあなんかそういうのを今後考えた方がいいかな。実践する。はい、まあ、そうですね。一緒にこれから忙しくなると思います。一緒に7月ですよね、はい、7月なので8月9月はちょっと忙しくなると思います。そうですね、もしかしたらどなたかね、はい、あのお手伝いを、あ、ぜひぜひ。もう今日呼べばよかったヘッドヘッドですよまだちょっとこれから最後ね、はい、ちょっと続きますが頑張りたいと思います。はい、はい、それでは、はい、お楽しみ。バイバイ。
をくれる。よろしいですか、はい、ファミマスベースクラウドファンディングに挑戦いたします。とにかく金くれって話、魅力的なリターンも準備中。とにかく金くれって話、いや買ってくれって話、買ってくれって話、間違えた、はい、集まった資金は設備運営に利用させていただきます。とにかく金くれって話、ファミマスベースクラウドファンディングは動画の概要欄からアクセスできます。とにもかくにも見てくださいって話、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。いや本当すみません、なんかこれやらされてるんです、本当に。本当そんなくれとかって話じゃないんです、本当に本当に申し訳ないです。なんか本当に規模を害したら本当すみません。ただただ本当に皆さんの協力を欲しいっていう話です。はい、すいません。